にちは、伊藤です。こんにちは、蒲田です。今日も、ホームページ制作の実績と解説をしていきたいと思います。じゃあ蒲田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で今日は、二俣川、横浜の方ですね、はい、の近くの二俣川のエリアの、美容室、まあ、メンズ専門美容室、まあ、床屋さんですね、の、まあ、バルビエーレさんの制作の、話をしていきたいと思うんですけども、はい、2016年ぐらいになると思うんですよね、作ったのが。古いというか、はい、懐かしい感じですね。懐かしい頃ですね僕らが本格的に制作を始めるようになってから最初の頃のお客さんだと思うんですけども、2016年の夏頃に制作して、方です。で、まあ、実際に検索、今画面の方でしていただけると分かると思うんですけども、はい、メンズの、はい、方が美容室メンズという、まあ、3キーワードなんですけども、はい、それでもこのホットペッパーとかの統合する中でも結構食い込んで、ここにバルビエーレさんが、突入しているんですね、はい、あと床屋とかですかね。そうですね、まあ、今特にGoogle の方もね、頭が良くなってるというか賢くなってきちゃってるんで、もう床屋さんだったら床屋さんのキーワードでしか上がりづらくなってますよね。そうですね。昔だとうちの店も、高円寺美容室とかっていうキーワードでもう1ページ目とか来てたんですけど、やっぱりその、ね、美容室だと女性の方の方が検索する人が多いので、そうすると Google さんが分かっちゃうんですよね。なんで上がりづらくなってきてるんで、まあ本当に、スタグマタが美容室メンズとか本当に男性が調べる、キーワード でそれに基づいたサイトっていうのが上がりやすくなってるっていうところなんで、はい、まあより勝ちやすくなってると思うんですよね。ニッチなキーワードをちゃんと選定して で、需要があるキーワードさえ上げていけば、そこを調べる人っていうのはね、もろに自分の顧客になりうる人に届くっていう、そうですね、まあ、そういうふうな政策をしているということですね。で、最初に僕が、このお店の売りから作るところから、はい、始めさせていただいたんですけど、まあメンズ専門サロンなんで、まあ、そこだけでまずはね、多少なり他のお店との差別化はできてるかなとは思うんですけど、まあ、今後、まあ、僕としてはやっぱ20年30年と続くお店になってほしいなと思っているので、ただのメンズサロンだと今後も増えていっちゃうだろうなっていうのが世の中の流れ的に見えているので、ちょっとそことも差別化できるような感じにしたいなっていうところで、ここの場合だとヨーロピアンスタイルというか、今ってアメリカンバーバーとかが流行ってますけども、ヨーロッパ系のお店、内装外装だったりとか、カウンセリングした時もそういったカルチャーだったりが好きだっておっしゃってたので、そういったヨーロピアンスタイル、バーバーみたいな形で打ち出しているというところですね。あとはもう単発が得意だったりとか、まあ、そういったヘアスタイルっていうのも、どういうのがもう得意ですよっていうのを前面に打ち出したりとかっていうところで、他の店との差別化を狙ったというところですね。はい。で、まあメンズ専門サロンなんでもうすごく作りやすいんですよね、正直。単発の男性が得意になったらそういった素材をもらって、でまあ、今回だったらカルチャー的にヨーロピアンスタイルなんで、まあ、色味だったりとか、そういったのも鎌田さんと相談して一貫できると思って、そうですね、まあ、そういったのを様々相談して、素材も送らせていただいたんですけども、はい、まあ、何かその鎌田さんが、制作した上でポイントというか気をつけたところっていうのはありますか？そうですね、まあ基本的に、まあ、ヘッダーの部分ですね、はい、まあ、ここもやっぱ一番最初の、まあ、見出しじゃないですけど、まあ、メインに泊まるところなので、そこは一番、まあ、時間をかけて作ろうっていうのは考えてました、うん、まあ、それでその二藤さんに対しても、まあ、このヘッダーでいいですかっていうところでやり取りで、まあ、何回か修正もさせていただいて、で、まあ、落ち着いてその24時間の、まあ、ウェブの予約の受付の対応だったりとか、あとはまあそのお店の外観だったりとか雰囲気っていうものがまあ伝わるような、まあ、イメージのものっていうのはちゃんと作れたかなとは思ってます、うん、あとはまあその予約のまあホームっていうのも自分で、ご自身のホームページの中で取り入れたいということだったので、うん、まあ、そういったものもちょっと、こちらの中ですぐに、申し込みもできるようにっていうのを対応させていただいたりとかもしましたし、うん、またそのまあ色味のコンセプトの部分ですかね、うん、まあ、そこがそのヨーロピアン調とか、うん、またそのバルビエーレさんのまあカラーイメージだったりとかっていうところを含めて、ちょっとまあ青ベースで統一させていただいて、まあ、ちょっと男らしさも含めて、うん、ちょっと打ち出させていただいたっていう部分は、うん、はい、対応させていただいた中ではちょっとこだわったというか、うん、まあ、気をつけたポイントになるかなと思います。はい、はい、
まあ、バルビレスの場合こうやってねちょっと上の方に見ていただけるとこう実績、はい、賞にコンテストに出てた実績だったりとか、あとは雑誌に掲載された実績だったりとか、まあそういったのも送っていただけたので、ホームページの上で、まあ、あとお客様の声もそうなんですけど、制約率を高める、実際にこの店に行ってみようと思わせる上で非常にこの実績だったりとかお客様の声っていうのは後押しになるので、まあ、そういったところで今判断する、ね、お客さんというのが多いので、まあ、こういうのも、どこかに依頼される際もそうですし、まあ、僕らに依頼される際もそうなんですけど、送っていただけるとより集客しやすいホームページができるんじゃないかなと思います。なので、まあ、まあ僕のところで言えばその売りっていうのを、まあ、メンズ専門店の方ってね多いと思うんですよ、床屋さんとか、まあ、そうやって打ち出そうと思っている方多いと思うんですけど、まあ、それともちょっと違う、売りっていうものを考えなくちゃいけないなと僕は思っているので、まあ、何かそのパーマをどうか断っているところがあるんだったらそこを打ち出すんだったりとか、まあ、どういったカルチャー、そのお店のコンセプトみたいな、ものをそのなんとかスタイルとか、まあ、うちだったら西海岸バーバースタイルとかストリートスタイルとかっていう風に打ち出しているのと同じように、ちょっとその他のメンズ専門サロン、今後増えてくるであろうメンズ専門サロンとの差別化も考えた売りっていうものを作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は、二俣川の、メンズ専門美容室のバルビエレさんのホームページの解説と実績を紹介してきました。はい、で、僕と、まあ、鎌田さんで、制作のホームページを制作する、募集がですね今度8月になる予定になっております。なので、それをね、ぜひ興味がある方は、メルマガだったりとか LINE アットに登録しておいてほしいなと思います。はい、じゃあ今日も鎌田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。